眠れない子羊ちゃんみーけ FM こういう感じね。さあということで、うん、ラジオ始まりましたけど、はい、ちょっとまあ言っとくと、うん、僕たちレイジーライクレイジー、はい、通称レイクレっていうねグループ名で活動させてもらってるんですけど、はい、僕の名前が、うん、レイクレタカシということでね、うん、一応担当ありまして、お、担当が進行、お、はいはい、ツッコミ、うん、で顔面、はあ、あとはね、ボキャブラリー、うん、で面白担当、うん、台本作り、うん、で企画構成、台本作りないし、うん、顔面なんなんいやそのかっこよくないやん別にかっこよくない、うん、どっちか言うとブスなブレーやね。そっかそっかそっか、うん、ちょっとこんなん言うのもあれやけどさ、うん、ちゃんと傷ついたわじゃあ、はいはい、どうぞ。あ、うん、まあ僕も今適当な相槌入れさせてもらった、うんうん、のが、ペロアイ男爵という名前でレイクレで、やっております。いい声やな。はい、いやいやそんなことないですけど、うん、まあ、僕のその担当は、うん、まず、顔面、うん、そして顔面、うん、顔面だけの人間ですね。な、顔面だけの人間隣にオーブスおんねやけどはい、置いといて。うん、まあ、置くな。なんでなんでなんで。置かれへんやろ。置いたらあかん。うん。あかんか。ということで、うん、レイクレっていうね、うん、グループ名で普段は活動してるんですけど、うん、今回まあラジオしていこうぜということで。そうや、はいはい。で、この配信の内容もですね、うん、何ですか、あるんですか？配信の内容、特に決まってない。あら。うん、あら。あら歌舞伎役者だったなんですか、ね、あらあら決まってないの？決まってへん。え、どういうこと？それは決めんくてええってこと。あら、うん、そういうことね。そう、これなんでかというと、うん、もう俺らはまあリビングで結構こういう感じで談笑してんねんけど、確かに、うん、その一緒に、談笑してるかのような気分を味わってもらおうかなと。なるほどね。ああ、ちょっとそのまま視聴者に眠りについてもらう、うん、そう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 、そんなも YouTube でよく眠れる BGM とかそんな必要ないです。あ、これ聞いとけと。うん、そう。これ、あ、ちなみにこれ言うの忘れてました。うん、この配信、はい、デフォルトでええ声でお願いします。ええ声じゃないとあかんの。そうですよ。やっぱり入ってこないから耳に。まあそうかそうか。うん、じゃあいつも通りの会話していきますか。うん、そうやの、うん。今日何してた？今日は、まあ髪の毛切りに行ってた。髪の毛切りに行ってた。うん。ただ髪の毛を切りに行ってただけじゃないよ。うん、すごいの出そうやな。うん、え、何何？行きつけの美容院があるんよ。お、俺には。え？その美容院は、うん、難波にあるんやけど。難波まで行ってんの？そうそうそう、難波までわざわざ行ってんね。森口に住んでんのね。はい。あのね、もう、たまたま難波におった時に、うん、その、髪切りたいなと思って。はい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 。あー、でもどこ行こうかなってなった時に、うん、なんか、看板があったんやけど、はいはいはい、4階が美容院やって、うん、で、4階、あ、家のあるやんと思って、エレベーターファーンって上がって、うん、開いたんですよ。そんなやつおんの？ちょっと待って。何？今時ホットペーパービューティーですよ。あ、まあまあ、そうかもしれんけど、うん、その、すぐ近くにあったから。はいはい、うん、もう切り立てしゃあなかった。そう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 、もうすぐ切り立てしゃあなかった。いや、せいやな。そうやね。で、なんか開いたら、その、すいません、今日予約いっぱいで、って言われて。言われるやろ、お前。入れへんかったね、普通に。うん。入れへんくて、マジかと思って、うん、まあ、そうよな、と思ってね。いや、言われますよ。うん、3回よく見たら、うん、あの、美容院やって。あ、3回も美容院やったんや。お、よっしゃ、じゃあここ行こうと思って。まあ、開いたら。ホットペッパービューティー、うん、見ろや。まあそうやけど、まあまあ、ええやん。うん、ごめんごめん。パーンって開いたら、うん、ここほんまに美容院みたいな、うん、雰囲気やね。はいはいはい。占いのなんかお店みたいな、そういう雰囲気で。はい。
なんか世界の終わりの深瀬の家みたいな、そういう大丈夫その美容院、そうやね、だから大丈夫ってなって、うん、そうやったらそのなんか結構綺麗なおばあちゃんが出てきて、うん、おばあちゃんって書くのおばあさん、おばあさん、おばあさん、迷ってる迷ってる、どう表現するか迷ってる、老婆があかんやろあお姉さん、まあ、お姉さんが来て、ちょっとすいません切りたいんですけどつって髪の毛そうやったらあいいですよって、いけんにゃいけんにゃってなってるせやね、にゃやめろいけんにゃやめろでいけんにゃってなって、うん、でそうやったら奥からスタンドの人出てきて、うん、その人が窪塚洋介、おお顔がね、うん、あとリリー・フランキー、窪塚洋介とリリー・フランキーですか、足して二度あったみたいな、そういう雰囲気の人が来て、髪の毛は髪の毛ロン毛ない、ロン毛、うん、ロン毛と老婆のお店老婆じゃないよ、老婆も忘れて、あ、オッケーオッケーオッケーロン毛と老婆のお店もうイメージ最悪やんけ、誰が行きたがるんだそこうん、まあまあまあ、で、まあ結構落ち着いた感じの人で、その人、うん、あ、どうぞみたいな、あ、ロン毛の人が、そう、ちょっとこ怖いんやけど、うん、うん、まあ確かに、でもまあ早速、髪の毛洗っていきますってなって、はいはいはい、まあ結構その洗ってる時に喋ってくるタイプの人、ああこういう毛なんやでもおもろい話あ、そうなんや、うん、まあどんな話したか全部忘れたんやけど、うん、まあ普通におもろくて、うんうん、ああいい人やなと思って、はいはいはい、でもうそこじゃないよ、そんなんじゃない、その人のいいところは、まずもう丁寧、とりあえず、うんうん、俺2ブロックにしてんねんけど、中を買ってて、中を買ってんねん、買ってますね、うん、中を買ってんねんけど、普通バリカンでやるやん、うん、そこを全部ハサミでやります、その人、うん、全部ハサミで、うん、じゃあバリカンでよくない、そうやねんけど、うん、なんかその人こだわりらしくて、うんうんうん、ハサミでやるんよ、うん、全部ハサミでやるんでいいんすよ、だから、まあ、またまたか、なんか刈り上げるだけのに1時間かけんのよ、うん、1時間かけて、そのしかもさらに、うん、大丈夫その店、うん、ちょっと遊びを入れたいらしくて、はいはいはい、普通すぎたら面白くないみたいな、うん、で僕3ブロックになってます2ブロックじゃないんよ、あ確かにこれもう1段階入ってる、入ってますね、ちょっと見えないですけどね、この部分は遊びなんですか、そう遊びです。遊ばれてんの？うん。まあその人だったらええかなと。あ、お前信頼大きすぎやろ、うん。一発目で。そう。一発目で信頼大きすぎやけど、うん、まあでもこの人めっちゃ丁寧やし、はい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 、今までない感じやねん。でもその3ブロック目は、うん、なくてもいいんやろ？なくてもいい。うん。あんまいらん。うん。そうそうそう。そうですよ。なるほど。いるよ。はいはいはい。まあそういう、ね、お店に今日行ってきました、はいはいはい、でも5回目ぐらいかな、もう結構お世話になってます、結構行ってますね、うん、それだけですか今日は、今日はそれ、その後まあ買い物行ったぐらいかな、服買ったぐらいかな、でも、うん、素晴らしいね、まあな、うん、結構いい休日ではあった、うん、今日編集日やのに、確かにうん、そうやった。ほんまは今日、うん、僕ら編集しないといけない日なんですよね、そうやな、うん、でもおうち編集日っていうね、まあそうやな、おうちで編集するんだけど、そう、 そういう日があんねんけどな、あかんや、そうやね、ほんでお前は何してた、俺、うん、しこって寝てたはい、嘘ついてますほんまよ、お前今日まだしこってええやろそこ広げんでええやん、ほんでいやいや、お前今日まだしこってええやろって、いやだって何なんそれ、さっき葛藤してたやん、だって、うん、言うなや言うなや、まあ、まあこの後いたすかもしんないですけど、うん、やるやろな多分ということで、あ、いや薄っお前の一日、薄いよ、薄っ、何もしてんやん、今日マジ何もしてないよ、編集して、うん、何してたっけな、うん、本当は記憶ないぐらい薄い一日ですよ。まあでもそんなもんやんな。はいはいはい。大概。薄めたね、今日は一日。薄めた。うん。そんな日にしてほしくないね、みんなには。ああ、まあな。もうやっぱ人生ってのは短いから。短いよな。一日一日。うんうん、まあ、聞いた話によると、うん、20歳、うん、超えた時点で、うん、もう体感速度の 50% 終わってると。うん、え？マジです。そうなん？はい。
もう半分切ってます。えほんま？マジやで。これあそうなんや、うん、だってよう考えてみ、うん、小学校1年生の1年間と、うん、今24歳ですかなと、うん、になった時の1年間、うん、どっちが短い？確かにほら確かに早かったもん。1年の時のが短いわ。うわ食い気味に、うん、やろ、うん、そうなんですよ。1年の時のが短いとミスってんで。ちなみにうん、あごめんごめん話聞いてなかった、うん、あでもこれと一緒やんな、うん、そのだからその旅行とか行くときにその行き車で行くとして行きのが長いなって感じるけど、うん、帰り早いなみたいな。そうそうそれ人生と一緒なんですかね、うん、もう旅行自体短く感じるやん。確かにな。やろ。うん。まあでも今旅行なんて行けませんけど。まあそうやな。なんかあるんですか、コロナ禍でハマってることっていうか、うん、コロナ禍でハマってることか、はい、もうネットフリックスしか見てないな何見てるんですか。そりゃお前も見てるけど、うん、セックスエデュケーション。セックスエデュケーション、急にテンション上がりだした。セックスエデュケーションはもう、うん、素晴らしい作品ですよあれ、うん、まだあんまそこまで境地いたしてないの。そこまで行ってない。僕はもう今シーズン3見てるんですけど、うん、出てて、うん、全部見終わってそこまで来てるんですよ、うん、あの題材がまあセックスって書いてるぐらいですから性に関することなんですけど、うん、セックス、うん、あーちょっとこれきつい無理みたいな人多いと思うんですよ。そうやな。全然ちゃう。あそうなんや、うんうん、そうなんやと。お前見てる見てるよ。お前なんか見てるから。もうねこの10代特有の性の悩みを、うん、繊細かつ大胆にこれ表してるんですよ。大胆だ。大胆な時もあるでしょ。 あるな確かに、うん、いきなりアダムが全裸なったり、うん、アダム全裸な最初な、うん、始まりでしょ、うん、シーズン1の位置な。そうですよ、うん、なんでもうこれ見てる人、うん、まあちょっと高校生とかちょっと早いかもしんないけど大学生とかの子はまあ確かにぜひ見てほしいなっていう、うん、もうだから僕、うん、ノンバイナリーとか、バイセクシャルとかおうそういうセンシティブな性のあれ、うん、しっかりわきまえてますから。おうおうわきまえてんの。わきまえてますよ、うん、もうなんて言うんですかねこれ、うんうん、考え方変わるね。ああそうなん、はい、どっちもいけるこいけるそういうわけじゃないよ。あそういうわけじゃないよ。そういうわけじゃない、うん、しっかりその人たちの考え方が分かるよっていう。はいはいはい、はい、まあ確かにな。ほんまエロいねんから。エロくないやろ別にそんな。何分喋ったこれ。13分。あまだ13分か。うん、そうそう終わる全然でもいやもうちょっとね13分経ったんやと思って。あこれだから人生の体感速度ですよこれも。そうなん。ええ。もうほんま何も決めてませんからね。そうやな。最近でもペロエナシが筋トレ、うん、ハマってるじゃないですか。まあそうやね、筋トレハマってんな。どうなんですかその、うん、進行の方は。めっちゃ順調やな。あら。やっぱりそのなんかなんで始めたかというとまず筋トレを。うん。脂肪いらんなってなってん。脂肪ほんまいらんなってなって脂肪いらんなってなったんや、うん、普通なんやろ痩せたいとか。まあ確かに、うん、なんか生活する上で脂肪いらんなってなったんや。脂肪にそんな重き置いてんの。なんか腹立ってきてなんで脂肪あんのよ。うんうんうん、うん、そっからもう火ついて。あなるほど。そうやねなんかそうやな。まあでもこちらとしたら、うん、太ってめっちゃデブの方が面白いみたいな。はい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 、はい、なんですか。うんいやまあ確かにそっちもおもろいけど、うん、バッキバキムキムキロン毛の方がおもろいんちゃうかなと。もうレスラーや。うん、確かに、まあ、デブはねあの赤いドバッショーってやつがいますから。いるな。お前はムキムキ。そうやな。なんかお前さ、うん、もう髪の毛伸ばしたいみたいな、うん、言ってるやん。うん、全然伸ばせない。ほんまに。ほんまに、うん、ほんまに身内の話やな。そうやで、うん、そういうのでいいねんなもん。そういうのでいいもんな。何でもせへんねん。いやあのね、うん、まあ一緒に住んでるのが、うん、まあ、アツムペロアイ男爵って言って、うん、どちらも結構ロン毛なんですよね。確かに、うん、
で僕からしたら、うん、ロン毛が当たり前の世界なんよ。ロン毛しかいいひん。そうやな。ってなってくると、なかなかないよなその世界は。俺もロン毛お前らに混ざりたいなってなってくるんよ。うん。あ、そういう意味で。え、そうやで。あ、そうなん。うん。混ざりたいからロン毛にしたい。そうやで。俺お前らに混ざりたいからっていう理由で。うん、あ、そうなんや。へ、うん、ヌーやからさ前世が。あの群れの仲間意識えぐいの、うん、俺。あ、そうなんや。ヌーってそうなんや。うん、ヌーは大群で動きますからね。変な知識持ってんなぁ、なんか。っていうので、ロン毛にちょっと試みるんですけど、うん、多分途中で、来るんですよ。うん、来る悪魔が。ああ。もう切れと。ああ、まあ。お前似合ってへん、切れ。ああ、そうやね。もう伸ばす過程が一番ダサいから。わかるわ。うん。そこを耐えれるか耐えれんかっていうね。え、なんか耐え方とかあるんですか？そりゃもう、伸ばしきった自分、どんな感じなの？想像するんです。そうやねん。伸ばしきった俺ってどんなんだよ。まあ確かに、ロン毛もう定着してますもんね。そうやな。え、切る予定とかないんすか？ないな。は、もう即答ですね。そうやな。うわ、俺もその境地生きて。いや、来てほしいよ、早く。で、なんか、ロン毛にしか見えへん世界みたいなのあるんですか？あー、そうやな、やっぱり、もう髪の毛について言われることは増えたな、やっぱ。あー、なんか、ロン毛同士の、なんか、ない、うん、ロン毛同士はない、別に。あ、そうなん？うん。なんや。あ、お、髪の毛渋いっすねって言われるの。増えた。おー、やっぱそうなんや、うん、あれもあるんちゃいます、あの、うん、服が似合うというか、あ、おしゃれになるみたいな、それあるかもな、やっぱなんて言うんやろうな、うん、ただのマッシュやと、うん、量産型じゃないですか、そうやなっていうので、何やろう、そういう点でも、うん、おしゃれっていう点でもロン毛ちょっと憧れるんですよね、うん、僕、なるほどね、そういうことか、確かに服とか結構合わせやすいわ、うん、かっけえ、言ってみて、うん、でもラーメンとか食ってる時とか、うん、なんか、うん、ってな、なれへん、なれへん、髪食ってまうな、確かに、食うんかい、うん、それが嫌や。あ、じゃあロン毛にしてて嫌なこと、うん、ある、うん、だからもう飯食ってる時に入ってくるとか髪の毛、うんうんうん、それはあるから、まあくくったらいい話なんやけど、うん、だからないか。自己完結。うん、だからないわ。なるほど、うん、今は2時ですよ、もう、うん、夜のな、もう約5割の方が寝てんちゃいます、この配信寝てんじゃん、もうすでに、じゃあそろそろここら辺でいつも流してる、はい、やついきますか、ほう、1回目やけど、はいはい、うん、波岡幸太郎で、はい、星を見に行こうぜ、どっちが悪いとかどっちが正解とかそんなことない今流れてますから、ちょっと黙ってもらって、ああ、うまく、すみません。やっぱいい曲やな、これ。うん。コーラスもいいよね、最後の部分に。これ何？エンディングの音楽？違うよ。あ、まだあの、うん、8曲残ってますけど。めっちゃ残ってる。プレイリストあるんで。マジかよ。エンディングじゃないんだよ、これ。1曲目のチョイスではないやろ。いや、もう夜も深いですから、染みる人もいますよ。流れてますね。確かにこれ染みるな。やろ？うん。間違ったらダメだよ。出る杭になってもダメだよ。夢がないとダメだよ。でもお金もないとダメだよ。嘘をついちゃダメだよ。でも結果を出さなきゃダメだよ。今日はそんな言葉思い出さなくていいよ。疲れたなら休みましょう。お腹が空いたなら食べましょう。そんなの当たり前でしょってそうは言うけど、君は悲しいのに笑うでしょ。避けたくない頭下げるでしょ。だからこういうのはどうだい。星を見に行こうぜ。君が泣きたくなったら。海を見に行こうぜ。君が叫びたくなったら。強くなくていいぜ。
人間なんだから、星を見に行こうぜ今夜あたりさ。ずるいやつが多いこの時代で、君みたいに優しいまっすぐな人がちゃんと幸せになって欲しいと思うんだよ。星を見に行こうぜ、君が泣きたくなったら、海を見に行こうぜ、君が叫びたくなったら、強くなくていいぜ人間なんだから、星を見に行こうぜ今夜あたりさ、星を見に行こうぜ、海を見に行こうぜ、強くなくていいぜ人間なんだから、星を見に行こうぜ今夜あたりさ。いやーなんかいいな、やるせない毎日にすっと一言入ってくる、うん、そんなフレーズが印象的なんですけど、そうやな、疲れたんなら休みましょう、お腹が空いたなら食べましょう、普通のこと言ってんねんで、でもね普通に聞こえんのよ、そうやな、人間が当たり前にできること、うん、それ今の人間当たり前にできてないことって多いんじゃないですか。おお、見てること分かります？どういうこと？普通に、うん、人間がするべきことっていうか、はい、お腹が空いたから食べようっていうのできひん人もいるんですよ。ああそういうこと歌ってんのこれ。そうじゃないの、そうなん、疲れたんやったら休んだらええやんって、うん、今の人疲れても働く人いっぱいいるでしょ、うん、そんなんせんでええって、うん、疲れた時は休めって、そうやな、頑張りすぎんなって言うたんやな、うん、まあ個人の解釈ありますよ、うん、僕はそういう解釈なんですけど、うんうん、ペロイダ職どんな解釈なんですか俺、うん、なんか、うん、もう何も考えず、うん、もうええわやっちゃった。やっちゃった。いやいや、よかったよ。よかった。うん。よかった。すんごい面白い。何も考えずしか言うていいよな。すんごい面白いよ。うん。よかった。甘やかされてるわ。手付けもしてますからね。さあ、ということでも、ね。酒のチーズをちょうだいおー。こんな甘やかされてる。だいぶ。こんな笑ってくれんねん。これだけで。2時やぞ今。そうやね。な。頑張ったよ。避けるチーズください。いやー、ちょっと面白いわ。5分に1回ぐらい聞きたい。おお。甘やかしてるわけじゃないよ。うん。俺ゲラなんかな。いや、いいことやで。あ、ほんま？うん。まあ、確かに印象的にはいいですよね、うん、そうやな、うん、あとずっと息臭いで、おら、臭い、あ、じゃあ最後にこれだけ話して終わろうかな。何？一個ちょっとエピソードがあって、うん、昨日ですね、うん、レイクレー5人で撮影があって、おで撮影がちょっと長引いて、うん、8時も超えてきたところ、超える前なんですけど、うん、その日動画を出す担当が、うん、ペロアイ男爵だったんです。あ、はい、はいはいはい、で、うん、ちょっと撮影一旦中断して、うん、マネージャーの方からは、うん、早く事務所に帰ってこいよって、うん、まあ外撮影だったんですけど、そうやな、早く家事務所で撮るから帰ってこいよって言われてる中で、うん、まあ、ペロイ男爵が動画の準備をしないといけないですね。そうやな、これもサムネイルを作ったり、うん、タイトル考えたりっていう準備が毎日ありますから、あるな、
っていうところでめちゃくちゃ焦ってたんよ。ああ、まあ確かに時間も終わりてた、ええ、8時に投稿やけど7時とかやったから、僕らいつも動画8時に投稿してますけど、うん、その時はもうすでに7時半でしたから、うん、ペロジャシク急いでサムネイルを作ってたわけですよ、ね、っていう時に、うん、動画のね、うん、収益ができなかったんです。ああ、そうやな、そこでも焦るよ。収益ができなかった、うん、著作権が引っかかるとね、これ動画収益できなくなる。そうやね、ただ僕らお金稼げない、食べれなくなるってなっていきますから、ね、うん、まだそこでも焦って、そうで、うん、動画のエンディングですね、うん、の時に僕が、うん、ここちょっと修正しといてってところを、ペロエ男爵に言ったところを、うん、修正できてなかった。ああ、そうやな。っていうので、うん、僕がそのめちゃくちゃ焦ってるペロワイに、うん、なんでご修正してへんの、あっていうふうに詰めたわけですよ。うん、で、僕もこれ以上言ったらペロワイ男爵怒るなっていうところを、うん、超えたんですよね。分かってたけど、どうなるんやこれ、あっていうのを超えたら、うん、勝ち切れもうずっとバーって、お前これなんで怒ってんのって言ってたら、うん、体つ寿司、くら寿司で、うん、くら寿司になってたな、うん、頭かき出して、そうそうそう、で他のレクレメンバーも、うんこいつ見たことない表情してるってなって、うん、だからもう筋肉これ制御できんかったから、うん、もう口もうわーって動いて、なんかもう顎が、うん、何やろうな、もうマッサージ機ぐらい動いてたんですよ。んで、なんか知らんけど、めちゃくちゃ怒ってて、うん、でこれ以上言ったらあかんな、さすがにって思ってたら、うん、横で師匠が、うん、マイカツマイカツ悪魔のささやきが聞こえてきたのに、もう一発やってって言うから、うん、ああ、もうしゃあないなと思って、うん、俺が最後、うん、もう黙ってやれや。って言ったら、ペロイドンしたけど、あ、お前しばくぞ。いやー、時はね、見たことない表情してて、ちょっと理性失いかけてた。うん、っていう喧嘩をした、うん、次の日ですね。そうやな。どうでした、あの時は。あの時はもうちょっと、もうなんやろうな、憎たらしく見えたよ。しばきたかった。そうなんや、俺が悪いねんけど、うん、なんでか知らんけどしばきたかったんやな。くら寿司じゃなかったらどうしてました、うん、外やったら確実にボコボコにしてたな。うん、してましたかね。でもそういうのあったな。ありましたね。まあ長直りしましたけど。そうやな。もうこの年になってきたら長直りとかもないですよね、ないな、正直。もうなんか。自然とね。そうやな。うん。うん、次。キュキ。お前は？じゃあねー。こんな感じなんだ。バイバーイ。じゃあねー。眠れない子羊ちゃん。みけ FM よいしょ始まったな。いや、今日もこの時間がやってまいりました。今日もっていうかもう、うん、サボりすぎや。間違いない、1ヶ月に1本投稿でやらせてもらってます。いや、でもペロワイ男爵が、うん、取ってくれないよ。いやー、まあ確かにその節はあるな。女遊びしすぎて。おいおい、やめろやめろ、あんま言いすぎんな。それ以上言ったらバレるやろ全部。おいおい、じゃあまあ、うん、今日も、うん、レイディオ。おいおいおい、徳永秀明。ラジオでええやん。レイディオ。いや、まあレイディオですか、俺らのレイディオを、まあ、うん、撮っていきますか。俺らのレイディオじゃ撮っていきますか、うん、まあええ声で頼む。そやな、うん、このラジオはええ声じゃないとダメですから。そう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 。いやでも、うん、何話そうかな、何話そうかなって、別にもう何でもいいんですよ。
このラジオは、うん、俺らがまあ普段ねリビングで雑談をするんやけど、うん、そうそうそうね、だからその雑談に、うん、その聞いてる人たちを混じれるようなそういうラジオですから。そうやね、別に何でもいいんよ。小羊ちゃんが集まってきてるから。そう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 、眠れないね。うん、うん、じゃあ最近なんかありました、うん、最近か、最近で言ったら何やろな、まあ、たかしの話にはなるんやけど。え、何？たかしってほんまにボケに貪欲というか、おう、まあこの間タクシー乗る機会があったんやけど、おうおう、まあ、タクシーの運転手さんがどこまで行きますかって、まあ、言ったんですよね、うん、そうやったらたかしが宇宙の果てまでって言って、いやこいつすごいなと思って、そんなよう言えんなっていう。で、まあ、タクシーの運転手さんめっちゃ乗りよくて、うん、すいません、このタクシーにはロケットエンジンついてないので。そうやね、うん、あの返し、うん、ロケットエンジンついてないんかっていうそうだそうだよ。いやなんか、うん、これ言ったら怒られるんかなみたいな、うん、ってなった時って、うん、もうどうしようもなく言いたくなるんやろしかもまあ怒られてる時笑う癖あるしな。そうそう、あ、うん、ちょっと一個思い出して言っていい？ああ、いいよいいよ。ほんままだまだ全然登録者が伸びてない時、うんうん、禁断ボーイズさんです、はい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 、とコラボしてもらえるってなって、うん、ああありましたね、うん、東京に行ったんです、うん、で田中さんいるじゃないですか、はいはいはい、禁断ボーイズの、うん、がその時温泉がめっちゃ好きで。そうやな、うん、僕2年前とかじゃん、だいぶ前やほんまに。温泉めっちゃ好きで、うん、連れて行ってくれてたんですよね、うん、でもう銭湯よ、うん、もう大衆浴場そうやなを、まあ、レイクレと田中さんで行って、うんうんうん、もちろん代金も払ってくれて、うん、あ、やったやったっつって、うん、入った時にもうガッタリエグい、うん、入れ墨ゴリゴリの、うん、そう、もうなんやろ、太ももまで入ってるタイプの、うん、力道山みたいなやつがおったんや。でもそれさ入ってパッて見て、うん、うわっみたいななるやんあれって。まあそうやな、ちょっと関わりたくないなっていうまあまあまあちょっと、うん、なんやろ、硬直するというか緊張するなそうそうそう、うん、がおって、うん、怖いなと思って、うん、でまあ別に関係ないし、うん、まあ楽しんでいこうかと思って、はいはいはい、みんなでこうわちゃわちゃ喋りながら音声入ってたんやけど、うん、俺暑がりやねめっちゃ。そうやな、うん、うん、でみんながこう湯船に浸かってる中、うん、その湯船と湯船の間に、うん、なんかこう隔たりがあるやん。あはは、隔たりね、うん、座れるようになってるやん、うん、でそこにこう座ってたわけ、みんなの方向いて、うん、でこう使ってたんやけど、うん、なんか足も熱くなって、はい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 、熱ってなって、うん、こう足を上げて、うん、膝立てたんよ。そうやね、うん、じゃあ後ろから、うん、おいおいって言ってで俺に言われてると分かれへんし、あで、おいって言ってきたから、割れる割れる声、立って後ろ向いたら、うん、その入れ墨力道山が、うん、えぐい形相で、うん、あ、もう人殺したことあるやんこの人っていう顔で、うん、俺の方見てたんよ、うん、んじゃその力道山が、うん、お前ケツもわしに向けて足も向けんのか小僧って言ったんよ。言ってたな死んだ俺と思ってでマジで、うん、記憶ないんやけど、うん、ペロから聞いたら、うん、お前めちゃくちゃ笑ってたでその時。笑ってたな、うん、でそっからもうその人がおるから、うん、全然おもろないやん戦闘なんなんこれもうみんな楽しんでるけど、うん、田中さんにはもう正直悪いけど、うん、なんで戦闘怒って、うん、怒んなよっていうのは、うん、ありましたね。あったな、お前が怒られてる時に笑っちゃうけどね
いやでもほんまそういう人ってやっぱ筋が通ってるから、そう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 、銭湯のそのルールとかをきっちり守るからね。あ、そうだからヤクザによく絡まれるような。確かに絡まれるっていうか、まあ、俺らが悪いわけでもない、お前だけやで絡まれんの。この前もあったわ。何、サウナで、うん、サウナ入ったら、うん、三大将ってもう入れ墨ゴリゴリの、うん、おったな。で、うん、1人がまああぐらかいて、そうそうそう、でもう2人はなんか普通に、うん、もう普通に座ってて、絶対あぐらかいてるやつがトップやな。そうやね、三兄弟で、うん、マジでガクト三兄弟みたいな牛島くんのやつがおって、うん、その時も入った瞬間、うわ、うん、ああ、うん、みたいななったな感じになってて、そうやったらたかしがなんかちょっと髪の毛濡れてたやったっけ。いや濡れてなかったよ全く。あ濡れてなかったんか。そうそうそう、全然濡れてないのに。えそうやった。うん、入ったら、うん、サウナにこうまず3人がこう並んでて、うん、で俺とペロと西川でこう入っていったら、うん、その俺一番やばいオサと対面になったわけ、うん、あでこう座ってたら、うん、オサが、うん、俺のをずっと見てくんね、うん、別に何も悪いことしてない、うん、しかも俺小僧って言われて怒られてる記憶があるから、うん、ほんまヤクザさんのおる銭湯で静かにしとこうって思ってたけど、うん、ずっと見てきて、うん、なんでこの人ずっと見てくんねやろと思ったら、うん、そのオサが、うん、僕髪洗ってきなさい一番怖い、静寂の怒りその感じ一番怖いから、一番怖くて、うん、僕みたいになって、でも洗わな殺されるから俺一回出て、えサウナって髪の毛濡らさなあかんかったっけっていう、俺分からへんから、もし知ってたら教えてくださいね皆さん、うん、でもどこまでの基準で濡らしちゃいいかも分からへんし、うん、だから俺も必死に出た瞬間頭ブッ払って、シャンプーバーってして、うん、とりあえずオールバックにしていった。でこうもうほんまサウナ入りたくないけど、うん、西川とペロワイがおるから、まあ、ガチャッと開けて、うん、で中入ったら、うん、もうすぐ俺がもう立って移動してる時に、うん、そのオサがこっち見てて、うん、でも怖いからこうアイコンタクトでこれでいいっすかみたいな感じでやったら、うん、そのオサがオッケーオッケーみたいな感じでうなずいてきたっていう、その顔おもろかった。あ、おもろいだけだ。いやー、そういう話もあったな。え、お前もあれやろ、うん、見られたやろそれ。俺も見られたけど、俺も、お前はええわ。みたいな。お前は大丈夫。みたいな顔されて、俺は何もなかったっていう。いやー、あったなー。銭湯でヤクザに絡まれがちやねんな。うん、いや、ほんまにそうやな。んで、うん、その三兄弟の横に、うん、西川があぐらかいてたから、うん、4兄弟みたいになってたよなってたな完全に。いやまあまあそういう銭湯の話ありましたと。確かに銭湯の話はここまでと。ここまで、うん、もう話すことない。いやこっからちょっと18禁の話やったらちょっとありますね。え、うん、何風俗の話やってあるんやけど、うん、いいですかちょっと。聞かしてよ。まあその M 性感というね、あそういう類の風俗があるんやけど、あるね。まあ、そこにちょっと行ったんよ。うん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 、うん、で、まあプレイが一通り終わりました。もう結構もうプレイなんてもう何回か行ってるから、あそんな別におもろい話がないんやけど。そこはしょるんや。そこはしょります。んで最後。また私選んでくれるっつって、うん、そうやったら、うん、聞かれて、ああうんうんつって、うん、タメ口絶対選ぶ絶対選ぶ絶対選ぶっつって、俺タメ口やねん普通に、まあまあまあそれは距離近づけるためにタメ口で喋んねんけどうんうんまだ選ぶ選ぶっつって、そうやったら、ああそれ選ばへんなって言われて、ああなるほど、心理学的に、うん、なんか2回言ったら、うん、それって嘘らしいの、なんか分かった分かったとか、なんか
うんうんうんみたいな。ああ、なるほど。だから俺選ぶ選ぶって2回言ってたんや、うんうん、これ選ばへんらしい心理学的に。で確かにってなって、うんうんうん、うわ全部見抜かれてるやんと思ったっていう話なんやけど。えその話おもろいおもろい。おもろくないやん。おもろくないやん。おもろおもろ。だから2回言わないようにしましょうという。あ、教育やった今の。なるほど、ね。1回で言い切るようにしろしようっていう。ああ、オッケーオッケー。そうそうそう。気をつけてねっていうね。あ、じゃあ、うん、話すことなくなったから、うん、質問でも募集しますか。ああ、質問募集する？もう今リアルタイムでやっちゃおう。リアルタイムでやる、うん、やるか、じゃあ。俺が一人でバーツ繋いどくから、うん、まだしてお前インスタ動かしといて。OK。あれ、あれっすよ。タクソおい、大丈夫か。うん、大丈夫。繋げれんの。アズム頼むわ。アズム。でアズム。でアズムがさ、うん、ずっとさ、うん、見てくんのよ。プロデューサーのように。監督かのように一枚ありますか。ガラスがラジオブースト笑ってる笑ってる。なになに。はい、質問来ました。もう早速よっしゃ。たかしのチンコのデカさ。小学生おるやん。小悪い。ちょっともう一回なし。これやっぱなしで。いやいいよ、全然いいけど。いや、これ15センチぐらい。以上やな、うん、あ、じゃあ次俺。オッケー。お前よう選んだな。15センチぐらい。前代未聞やな、このラジオ。何やこれ。うん、いっぱい来てますね。うんうん、いきます。はい。メンバーの直してほしいところ。メンバーの直してほしいところ。うん、誰にしようか。そうやったらそれずつ言ってたらええんちゃう。一人ずつな。うん、じゃあドバ師匠から行こうかな。うん、そうやな。まあドバ師匠って言ったら、うん、笑いにストイックやんか。そうやね。だからその今んとこここれやろみたいな、そのなんか笑いのそのダメ出しというか、いや今んとこそれやろ、それちゃうやろみたいな、ちょっと、あるの分かる？分かる分かる分かる。うーってなんねん、こっち。あ、ごめんってなんねん。それかな。自分が死にたくなる瞬間やろ。そうそうそう。っていうのは、まあ、そこかな、飛ばしよう。なるほどね。うん。次、てっちゃん。てっちゃん。てっちゃん直してほしいとこやんな。割とガチやったな。女の子の前で、うん、ちょっとカッコつけちゃうというか、うん、かなぁ。なんかそういう節ない。まあまあ実際かっこいいからな。まあな、まあそうなんやけど、なんかちょっともっと素を出してほしい。ああ、うん、人見知り。あ、人見知りなのかな。まあでもちょっとわかるわかる。うん、かな。トモヤンは、うん、そうやん、トモヤン、さあ出るか。うわ、めちゃくちゃ考えてる。なさそう。なんやろ、なぁ、うん、いや、あんねん。ある、あるな。さあ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 、すごいの出るぞ。ダブルトムヤン1個あるわ。嘘。うん、俺代わりに言っていい？うん。家にさ、うん、よく来るやん、トムヤン。うん。で、全然いいね、来てくれることは、うん、編集とかも一緒にしてる、うん、全然いいんやけど、うん、バカでかい爪をあ落としていくんよ。はい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 。なんかマーキングみたいに、うん、で帰って次の日の朝見たら、うん、トムヤンがおったところに、うん、なんか7個ぐらいの爪があるんですよ、うん、確かにあるな。あいつ捨てへんな爪。めっちゃ臭い。匂いでんにゃ、うん、匂いで、匂ぐってやめろお前。いや、匂ぐんや。匂ぐってやめろや。僕、いやいや、
僕それ集めてやっと太刀作れましたもん。いや作れんの、うん、作れんのそれで落としていくから、まあ、それぐらい硬いし多いもんな。なるほどね。だから今聞いてるこれ3人、うんうん、直してな。たかしのとこも言っとこうか。直してほしいとこか。いいよいいよ。ねえ、たかしの方が病気やのに、お前病気やんとか言うとこ。なんだそう言ってる。こいつほんま病気やら。いやお前も病気やんっていう。ああ面白い。病気ってあ言ってるかもな。なんか俺あるもん。ペライダジックの、うん、直してほしいところ。これ一個確実になって、アツムと俺で、うんうん、結構鍋とかするんや。あするな。たこ焼き作ったりするしてるな。でやっぱその、うん、一緒に住んでるから、うんうんうん、ペロペ男爵にも、うん、ペロこれいるって聞いたら、うん、毎回必ず、うん、こっちまで見て、うん、その料理を見て、うん、あ、ええわ。いや、それはマジ言いが違うわ。食うたらええやん。一個ぐらい。そうやね。俺そういうの絶対もらわへんから。あるよな、めっちゃあるよな。あるなあれは、まあ、ポリシーな、うん、ポリシーやな。そうなんや、うん、食いたい時もある。食いたいって時もあるけど、うん、その後の感想を言ったりするのがだるいっていうのは。あーなるほどね、うん、いやこれ求めてんの、この間柄でなるんですか。俺誰にでもなるなそれは。じゃあ次。はい。めっちゃ来てる。いやもういいよ。何回スクロールしても、うん、もう止まらへん。ほんまありがとうございます。ありがたいことですね本当に、うん、はい、いいですか。はい。死ぬまでにしたいこと第37位は大喜利やないか。うん、死ぬまでにしたいこと第37位。言います。はい、早いな、出た。 3P 37位か。まあそうか、うん、できんこっちゃないもん、頑張ったらできるみたいな。いや、できひんやん。いやいやいや、すごいな。だからその店やん。いや、ちゃうやん、別にやらんでもいいけどみたいな。ああ、そういうことか。37位やから。ああ、そうか、まあ、そうだな、37位か。うん、うん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 、すんませんね、親と聞いてる子もいないと思うけど。うん、そうか。僕は、うん、虎の赤ちゃん飼う。あ、37やな。あ、ちょっといいのありますね。おお、何ですか。まあ、僕個人的にも気になるやつ言って、うん、水泳の話。おお、水泳の話ですか。そうそうそう。あ、ペロイ男爵は中高水泳部やったじゃないですか、うん、そうやな。その時の水泳の話どんな感じやったのか。あ、まず中学の時からいこうか。じゃあ、うん、中学の時は、誰がキャプテンになるかみたいな話になった時に、お、成績が一番良くて、ほうほう、あ、成績が一番いいやつをキャプテンにしようっていう、うん、なんか顧問の先生が言い出して、それで俺成績一番良かったから。あ、そうな。そうやね、キャプテンになって。お前中学キャプテンやった。そうやね。え、知らんかった。え、知らんかった。マジで知ってたか。うん、まあ、聞き流し、どうでもいいか、聞き流し。おい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 まあいいんやけど、うん、そうやね、俺キャプテンやって、うん、で中学の時水泳部10人ぐらいしかおらんかって。あ、そうなんや。で、あ、俺小学校からやってたから、で結構自分のこと早いと思ってたから、うん、あ、まあ中学でもまあどうせ俺に勝てるやつおらへんやろとか、まあ、思ってて。おおおお。そうやったら一人めっちゃくちゃ速いやつおってん、ほんま全中出るようなやつがおって、すげえなと、うんうんうん、こんなやつおんのかよみたいな。なるほどね。うん、生きれへんやんってなってんけど、まあでもキャプテンやから確かに、うん、
で、なんかでも俺別にそんなキャプテン資質なんつうのキャプテンのその素質ないから、うん、あの統率とかできひんわけよ。ああ、うん、してるイメージないもん。やろ、会議でも喋らんし。うん、だから気をつけ、礼、休めしか言ってないですキャプテンらしいこと一切しなかった。あ、ちょっと待って、うん、あの話して。何？高校のさ、うん、あの、竹内の話あー、竹内の話うん、高校がめっちゃ厳しかったんや、うん、もう中学とか日にならんぐらい、でも先輩もおったから、うんうん、中学の時おらんかったんや、俺らが一期生やったから、初の先輩で、うん、で、最初体操があんねんけど、うん、1234234に合わせてどんどん体操していくみたいな、うん、で、1234って言わなあかんのよ、1年が一人ずつ回ってくるのに。あ、回ってくる、うん、で、ほんまに声でかく言って、うん、体操とかも間違えたらめっちゃキレられんねんけどそうなん、うん、そう、ほんで そこで竹内ってやつがおんねんけど、うんうん、それちょっとなよなよしてるというかで、そいつの場になった時に1234224って言ってもうてん、竹内がそうやった。そのめっちゃ怖い高3の先輩おったんやけど、もう竹内何回もミスるから一回じゃない、一回じゃないね、もうずっとこのテンションで。それミスったらどうなる？もう最初からなんね、体操が、うん、体操がミスったら体操っつってまた最初に戻んねんけど。そうだ、そう、それで竹内がもう何回もほんま5回ぐらい、おう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 、同じ感じでミスって6回目ぐらいで「えっちゃ久しい」とかって言って、そうやったら「シューシュー誰先輩でも凍りついたっていう。プール内、もうめっちゃ怖かったなあれは先輩怖かった、めっちゃ怖かった。なんか俺だって高校の時も坊主1ヶ月に1回やってたな。まあ、2回遅刻したら坊主なんねんけど、試合で遅刻したら一発で坊主だから、もう1ヶ月に1回ほんまにリアルに坊主してるっていう高校水泳部やったな。いやー、でもうん、いいな、そういう青春の、うん、なんていうか、はいはいはい、恋をすることとか、あー、まあね、夢を持つこと、うん、そういうのひっくるめて、うん、僕らはきっと美しい。夢を持つこと、なんで笑うねん。この曲もいいんですよ。いや、間違いない、これ本当に熱い。ファニーシーン見てみて、ファニーシーンめっちゃ熱い。
抱えている ね、マジでこれはもうなんやろな、いいっすね。いやいや出んのかい。ぜひ皆さん聞いてほしいところです。ぜひ皆さん聞いてください。じゃあ最後の質問、はい、最後の質問いいですか、うん、めっちゃ寄せられた質問があるんですよ。あら、ワンナイト本当にしたんですかと。これですよね。俺詳しく聞いてないんよ。ああそうなんや、まあ、そうやな、言ってないもんな詳しくは。まああれですよね、うん、全員が知ってると思うんですけど、はい、ペロリ男爵夢叶えるってなって、うん、ワンナイトオーディションを開催したと。そうやな。で一人が選ばれて、そう、ビーコちゃん。そうビーコちゃんね。え、あのあと、うん、どうやったんですか。あのあとね、やっぱり企画は遂行しないとあかんやん。まあもうそうやな、うん、やっぱリアル求めてますから。うわそうやん。ので飲みに行こうってなったんよ。おお、うん、まあ、そうなるよね。なったんですよね。ほんで天満に、あら、二人で、あら、飲みに行って、うわい、うん、もう俺はもうウキウキよ。ピンク色やな。まあね、夜の9時半に集合して、時間もそれワンナイトの時間や、もうそんな2時間飲んだらワンナイトや、うん、みたいな感じになって、ほんで2人普通に飲んでて、うん、でなんかまあたわいもない話して、うん、これからやるんかと思うと、うん、なんかするよな。そうやな、でもいつどんな感じでやんやろうっていう想像が全然できんかって、テンション的に。なんかちょっとしっぽり飲んでて、なんか、うん、お互いなんかちょっと緊張してるというか、そんな感じやって、で、なんか向こうがもっと大人数で飲みたいなみたいな、あら、あれ、あらってなって、うん、まあそうやなみたいな。まあそうやな、あの、まあ、2-2 で、うん、あの男に女2で、うん、まあ飲んだ方が可能性あるかと、まあ、うん、まあ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 いいかみたいな感じで、その俺の友達、男友達と向こうの女の友達1人ずつ呼ぼうってなって、うん、呼べたんよ。おお、うん、で心斎橋移動して、心斎橋のシーシャバーで、あら、ちょっと飲もうかみたいな、になれたんや。になれたんや。で、で俺の男友達の方が、うん、その震災をしてもう先飲んどってベロベロやってん、うん、あ、うん、で合流した時もベロベロで、うん、もう結構ちょっと飲んだらちょっと酔い癖悪なるタイプで、うん、あーこいつら誰みたいな、なんかこうそんなテンションいや俺のおすすめのとこ知ってるからそこ行くやみたいな。でもシーシャバー決まってるからシーシャバー行ってんけど、あ、そいつ無視して
入って結構おしゃれなとこやねん、ちょっと薄暗くて、あーいいな、うん、でそこで、シーシャを吸いながら、うん、お酒を飲んでました。おそうやったらもうその男友達が結構酔ってるから、うん、でも飲むんよまだまだ男友達が。そうで途中でなんかみたいな、おみたいな、うん、なって、あこれやばいやばい、ハクハクってなって、うんうん、もう出て出て一回そうやったら右手で握りつぶしてゲロ一瞬でなかったことにしてゲレッってやって特殊能力やん。でもそれをもう二人は見てて、女の子、うん、一部始終だからドン引きしちゃってゲロキャッチを、うん、ゲロキャッチをゲロキャッチ見て見ちゃってて、そっからもうなんかもう冷めたな。ええなんか酔いが回らんくなって、みんな、うん、なんか白布ほぼ白布でずっと飲んでて、うん、酔わんくて、なんかほんで一人だけ酔ってるみたいな男友達、うん、でその後これじゃやばい、これじゃやばいと、もっと酔いたいと、お互い、うん、そうやな、カラオケバー行こうってなって、うん、でカラオケバーでテキーラと結構頼んで、うわよしこれでよーってなって、まだいける、うん、でうわめっちゃ飲んでて、うん、でもまあ女の子結構寄ってきた、うん、ベロベロになってきた、うん、おいいよ、俺も結構ええ感じになってきた、うん、よしそろそろ決めたいなってなってんけど、うん、もう気づいたら朝の5時半やってん、うんうん、でも始発があると、うんうん、だからもう帰るわみたいになって一人の女の子がでもう一人もなんか一人帰ったし、うん、じゃあうちも帰るわみたいな、全男の敵、そう始発、そうよ始発には勝てへん、もう始発には勝てへんのよ、もう始発走ってもたら無理なんよ。それで、うん、でじゃあうちもタクシーで帰るっつって、でも待てと、大阪駅まで一緒やったからペロペロ塾、そうタクシー俺も乗るぞっつって強引だよ、もうまだ諦めたくないってなって、うん、で乗って、うん、いやもう帰んのっつって、タクシーの中でももう帰んのっつって、うん、もう今日は帰るよ、また今度飲みに行こうみたいになって、うん、いやいや、うん、そんなもう今日やろっつって、もう結構粘ってたよ俺で大阪駅着きました。でもう改札の前でもまだ俺ちょっとほんまどうしても行きたかったから、うん、いやほんまに帰んのっつっていやまだ行けるやろ正味っつってだけどもう向こうも完全に冷め切ってて、いやもう今日はもう帰るっつって、で帰ることになって、えってことは、できなかったと、うわできなかったんですよ、うわうそー、皆さん、はい、こんなことあります、こんなことありますか、ワンナイトオーディションで合格した人と飲みに行って、うんうん、でまずなんでそんな難しい思いしてる間違いない、え俺がんな面接してみたいな俺主催よなみたいなあれ俺挑戦者みたいになってる、いやでもこれあれやで、うん、女の子何も悪くない、そうやねん、お前 の、うん、その持っていき方が、そうやねん、俺もあんま言われへんけど、うん、俺の持っていき方がほんまに悪かったよな、いやだからまだ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 道のりは遠いです、じゃあまだ夢から覚めてない、そうでも俺の夢はまだ続くと、うわまだあるよ話続くよこれから期待しててくださいっていう、ね、はい、じゃあペロアイダー職が案内と結局できなかった、そういうことです、面白い、うん、これからの俺見物ですほんまに、うんですね、そっか、はい、あちょっとこっちとしては言ってほしかったけどな、やまあ夢やから、そうやんな、うん、でも俺全然諦めてんから、あ俺またその子と飲みに行こうと思ってるから、うん、行った方がいいよ、うん、次京都編です京都編でお会いしましょう、京都でご案内どうでしょう、うん、京都編違います、京都で飲みます、うわマジ、はい、面白い京都でどうなるかまたラジオ喋れるやん、うん、そうだよじゃあ俺はいつできるのかじゃあペロアイダー職の今後に期待して、はい、一本締め